セントルイス、セントルイス、アセスショートトン、ルイ、CL-49 は、アメリカ海軍の巡洋艦。セントルイス級系巡洋艦の一番艦。艦名は、ミズーリ州セントルイスにちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。セントルイスは1936年12月10日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。 1938年4月15日に、ナンシーリー・モリルによって、命名、浸水し、1939年5月19日に、艦長チャールズ・エイチ・モリソン大佐の指揮下収益した。10月6日に調整を終えたセントルイスは、ノーフォークを母校とし、西インド諸島において、中立パトロールを11ヶ月にわたって実施した。1940年9月3日、セントルイスは、 レンドリースポーの結果、イギリス海軍に対応された駆逐艦と引き換えに獲得したニューファンドランド島と英領ギアナの海軍及び空軍基地の点検を行い、10月27日にノーホークに戻った。11月9日、セントルイスはノーホークを出港して太平洋に向かい、5日後のパナマ運河を通過して12月12日に真珠湾に到着した。 セントルイスは1940年冬から1941年にかけて艦隊運動に加わった後、メアアイランド海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。セントルイスは6月20日に、新珠湾に戻り、ハワイ水域での活動を再開した。2ヶ月後、セントルイスは、戦闘艦隊の他の巡洋艦と共に西方に向かい、ミッドウェイ島、ウェイク島及び、 グアムを経てマニラに到着した。9月下旬に真珠湾に戻った後、9月28日に整備のため真珠湾海軍交渉に入居した。1941年12月7日の真珠湾攻撃当日、セントルイスは東南部の不当に経由されていた。7時56分、日本機がセントルイスの上空を通過したのを受け、 戦闘配置を例して8時6分までの間に早くも反撃撃って出た。8時20分に雷撃機を撃墜したのに続き、9時までにもう一機を撃墜。9時31分、セントルイスは概要に向けて急遽出航し、15部の間に6インチ砲が稼働できる状態にした。セントルイスが湾港に出た際、特殊戦工程の目標となった。しかし、 発射された魚雷は、セントルイスから180メートル離れた地点で、爆発し、駆逐艦が、爆雷攻撃で特殊戦航艇を粉砕した。セントルイスは遅れて出航してきた、軽巡洋艦フェニックス、アセスフェニックス、CL-46、デトロイト、アセスデトロイト、CL-8 及び、駆逐艦軍と共に、ハワイ南西洋上にいると思われた、ナグモカズ宇宙場いる。 機動部隊の策的に出撃した。しかし、機動部隊は、実際には北方にいたので収穫はなく、セントルイスは12月10日に、真珠湾に帰投した。真珠湾攻撃で被害を受けなかったセントルイスは、周囲から、ラッキールートのあだ名が付けられた。1942年1月6日、セントルイスは、クーボヨークタウン、アセスヨークタウン、CV-5 機関の、 フランク・ J ・フレッチャー少将と共に、サンフランシスコを出港し、1月20日から24日まで、防衛総協のため送り込まれる、海兵隊をサモアまで輸送。パゴパゴで、海兵隊を下ろした後、第17任務部隊は、空母エンタープライズ、アセスエンタープライズ、CV-6 機関の、第8任務部隊、ウィリアム・ハルゼー中将と合同し、日本軍の根拠地の一つである、 マーシャル諸島に一立ち浴びせようと計画した。この攻撃が成功すると、日本の南方作戦のスピードが幾分か弱まり、アメリカの士気がいくらか上がると予想された。第十七任務部隊は、ブタリタリ、ジャルート干渉、ミリ干渉への攻撃に向かい、第八任務部隊は強力な敵が待ち構えていると、考えられたクエゼリン干渉、マロエラップ干渉に向かった。 両任務部隊は2月1日に攻撃し、軽微な損害を受け戦果も芳しくなかったとはいえ、奇襲に成功して2月7日に、新珠湾に帰島したマーシャル・ギルバート諸島機動空襲。新珠湾へ帰島後、セントルイスはハワイとカリフォルニア間の輸送船団の護衛を行った。春になり、ニューヘブリディーズ諸島へ往復した後、日本軍の進攻から脱出して、 アメリカに亡命したコモウェルス大統領マニュエル・ケソンが乗船した輸送船 SS プレジデント・クーリッジを護衛。5月8日にサンフランシスコに到着して翌日新自湾に引き返していった。新自湾に戻るとセントルイスは日本軍の進行が予想されたミッドウェイ島に海兵隊の飛行機と人員を緊急輸送する部隊に編入され輸送任務終了後は 第8任務部隊に加わって、アリューシャン列島面に移動した。5月31日、セントルイスはコディアックに到着し、アラスカ半島南部海域での紹介を7月まで行った後、日本軍の進撃を妨害するため西方に移動した。8月3日、セントルイスはキスカ島への最初の反撃を行うため出撃し、4日後に艦砲射撃を行って11日に、 コデヤックに帰投した。その後もアリューシャン方面での紹介を続け、アダック島の確保を支援した。10月25日、セントルイスは、ダッチハーバー経由で、サンフランシスコに向かい、メアアイランド海軍造船所で、オーバーホールに入った。12月4日、オーバーホールを終えたセントルイスは、ニューカレドニア行きの輸送船団を護衛して、サンフランシスコを出港した。12月21日、 輸送船団は、ヌメア到着の予定を変更して、スピリットサ島に到着。セントルイスは、ソロモン諸島海域に移動し、1943年1月から、東京急行を脱線させる一環として、ニュージョージアとムンダとコロンバンガラ島への砲撃を、約5ヶ月間にわたってり、解除を行い、同時に、ザスロットと呼ばれたニュージョージア海峡の紹介も行った。これらの動きは、 日本軍にこの方面への増援部隊の投入を決心させた。7月4日、セントルイスは、第36.1任務軍、ボールデン・エル・エンスワース少将に加わり、ニュージョージア等上陸部隊を護衛して、軽巡洋艦ホノルル、アセスホノルル、CL-48、ヘレナ、アセスヘラナ、CL-50 及び、第21駆逐軍と共に、クラワンに向かった。 陸上部隊を上陸させた後、第36.1任務軍は、バイロコの飛行場を砲撃した。しかしこの時、スコールに紛れて、第3水雷戦隊、秋山テルオ少将の一隊が、コロンバンガラ島への輸送のため接近していた。この一隊は魚雷を発射した後、スコールと闇に紛れて去っていった。魚雷のうち一本が、 前衛の駆逐艦ストロング、アセスストロング、DD-467 に命中し、ストロングはライン撃と、陸上部隊の砲撃で沈没。第36.1任務軍は、ストロング乗組員を救助して、ガダルカナル島沖に引き返したが、南太平洋部隊司令官、ウィリアム・ハルゼー大将から別の、東京急行の出発を知らされ、クラワンに急行した。月日夜。 第36.1任務軍は、ニュージョージアと北方海域を航行中、輸送作戦から帰還中の第3水雷戦隊と遭遇した。この時起こったクラワン野戦では、セントルイスはホノルル及び、ヘレナと共もくち区新月及び、後に続く両風、谷風に対して砲撃を開始。新月に火災を発生させて撃沈し、もう一隻を大破させたと判断した。しかし、 新月の火災に気を取られているうちに、別の一帯に魚雷を発射され、ヘレナに魚雷が命中して沈没。第36.1任務軍は体制を立て直すため、引き返した。一週間後、沈没したヘレナに代わって、オーストラリア系寿命館、リアンダー、HMNZS リアンダーを編入した第36.1任務軍は前衛に、第21駆逐軍、後衛に、 第12駆逐軍を従えて、東京急行の脱線を行うため、つらぎ島から、コロンバンガラ島近海に急行した。真夜中になり、ニュージョージア海峡で、第36.1任務軍と、第2水雷戦隊、伊崎俊治少将が交戦した。最初の交戦で日本側機関の、軽巡洋艦人数が、一方的に撃たれて爆ンし、第36.1任務軍森アンダーが、 魚雷の命中で戦線を離脱した。続く2回目の交戦、ホノルルはレーダーで探知した目標の識別ができず、その感激をついて、魚雷を発射された。ようやく目標に対して、砲撃を行おうとしたその矢先、魚雷はセントルイスとホノルルに向かって突進し、回避する暇もなく命中。セントルイスは、監首下部をもぎ取られ、ホノルルも監首が、 魚雷命中により垂れ下がってしまった。駆逐ウィンアセスクイーン、DD-433 は、ホノルルの前を、うろうろしているうちに魚雷が命中して沈没した。第36.1任務軍は13日午後に、ツラギ島に交代。セントルイスは、応急修理を受けるため、スピリットさんと島に向かった。応急修理を受けた後、 メアアイランド海軍造船所に開港されて、本格的な治むが行われた。修理完了後、セントルイスは11月中旬に、ソロモンの戦線に戻り、11月20日から25日まで、ブーゲンビル島の戦いに参加し、上陸部隊を援護した。12月にも砲撃を行った後、1944年1月には、ショートランド諸島に対して砲撃。 パロキナ岬に上陸する増援部隊の援護を行った後の1月10日、セントルイスはフロリダ諸島に帰島した。2月に入り、セントルイスは北部ソロモン諸島及びビスマルク諸島方面に出動した。2月13日、セントルイスはグリーン諸島への上陸支援のため、ブカ島とニューアイルランド島セント城ミ間の海域を紹介した。 翌十四日18時55分、セントルイスの任務軍は6機の99式、艦上爆撃機の攻撃を受けた。6機の99式艦爆は1機を失い、任務軍の後方を通過した後、東南方から攻撃を仕掛けてきた。3機と2機のグループに分かれた後、2機のグループはセントルイスに向かってきた。最初の99式艦爆は3発の爆弾を投じてきたが、 すべて外れた。二番目の99式艦爆も同じく三発の爆弾を投じ、一発がセントルイスの左舷側艦尾に命中した。爆弾は40ミリ機関砲砲がお突き破って、乗組員居住区で爆発し、23名が戦死して30名の重軽傷者を出した。火災も発生したが、すぐに消し止められた。観測機は使用不能となり、換気装置と、 後部機関室も損傷して速力が18、ノットまでしか出せなくなった。セントルイスは15日にも別の空襲を受けたが、これは無事切り抜けた。セントルイスはで爆弾命中箇所の修理を受けた。3月に修理完了後、セントルイスは5月までソロモン方面で行動し、6月4日にマーシャル諸島に移動してサイパン攻略の第52任務部隊に加わり、 6月10日に出撃した。4日後、セントルイスはサイパン島港田洋城に到着し、翌15日からチャランカロア地域に対して艦砲射撃を臨機応変に行った。16日にはグアム沖に移動し、アサンビージを砲撃。砲撃後の17日、セントルイスはサイパン島北方海域に移り、マリアナ沖海戦に備えた。22日に、 サイパン島沖に戻った後、補給部隊を2日間護衛して、マーシャル諸島に帰島た。7月14日、セントルイスは再び、マリアナ諸島に向かった。翌日、セントルイスは3番プロペラを破損し、シャフトが12メートルにわたって折れてしまった。しかし、セントルイスは損傷をそのままにし、2日後に予定通り、グアム沖に到着した。その日の午後に行われた。 水中爆破を援護し、21日の上陸を助けた。セントルイスは7月29日まで支援任務に就いた後、真珠湾に向かった。その後、オーバーホールのためカリフォルニアに開港された。修理が終わったセントルイスは10月中旬にハワイに戻り、月末まで訓練を行った後、ウルシー干渉に移動。その後、駆逐艦、ニコラス、アセスニコラース DD-449、アセステーラー、DD-468 の護衛を受けて、コッソル水道に向かったが、その途中の11月12日に、ニコラスが E38 を撃沈した。その後、コッソル水道に到着したセントルイスは、レ0テ湾に移動した。次の10日間、セントルイスは、スリガオ海峡を中心に、対空紹介を行った。 11月27日の正午前、セントルイスらの部隊は、神風特別攻撃隊カスガ隊及び、陸軍特別攻撃隊発光隊の攻撃を受けた。セントルイスは、最初の攻撃を簡単な反撃のみでかわしつつ、味方飛行機の空中援護を求めた。11時30分、新手の神風が3点に分かれて、攻撃を行い、11時38分に99、 指揮艦爆と認識された神風がセントイスの左舷側から突入し、艦尾に命中。格納庫で爆発して火災が発生し、この攻撃で7名から10名の20ミリキ獣員が戦死するか負傷した。11時39分には2期目の神風がセントルイスの左舷真横に向かって突入してきたが、セントルイスは全速力でこれを避け、この神風は4番砲塔の上を通り抜け、 セントルイスから91メートル離れた海中に墜落した。11時46分の時点では、味方の援護は未だ来ず、11時51分にはさらに2機の神風が燃えながら、セントルイスに向かってきた。1機目は、セントルイスをかすめて海中に突っ込んだが、2機目は突入に成功して、セントルイスの潜伏の装甲を6.1メートルに渡って引き裂き、 セントルイスの船体に無数の穴を開けた。12時10分にも別の神風の攻撃を受けたが、セントルイスの後方370メートルの地点に撃墜された。10分後、セントルイスは PT ボートから大撃機の接近を警告され、攻撃を回避して一機を撃墜した。12時36分までには、セントルイスへの攻撃は途絶え、30分後には、 すべての火災は消し止められ、あと、片付けが始まった。セントルイスは一連の攻撃で15名が戦死し、21名の重傷者と22名の軽傷者を出し、重傷者のうちの1名は後に死亡した。翌28日、セントルイスから負傷者が運び出され、セントルイスはサンペドロ湾で仮修理の後11月30日に出港して、カリフォルニアに向かい、 12月の終わり頃に到着した。1945年3月1日、修理を終えたセントルイスはカリフォルニアを去り、3月中旬にはウルシーに到着して、第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将に加わった。セントルイスは沖縄戦の前哨として陸上砲撃を行う第54任務部隊に行動し、総海定と 水中爆破班の援護を行った。3月26日093に従順ウィチタ、アセスウィッチと CA-45 の見張りが潜望鏡を発見し、やがて魚雷が発射された。ウィチタは右方向に点出して魚雷を回避した。また、セントルイスも魚雷の鉱石を発見するが命中することはなかった。この潜水艦は両49で護衛部隊は 爆雷攻撃を行ったが、沈めることはできなかった。セントルイスは3月31日に前進基地のケラマ列島に到着して、補給と整備を行い、4月1日の上陸作戦当日には、読谷村の一角に対して攻撃を行った。5日後、セントルイスは、洋島沖に向かい、総海底の作業を支援した後沖縄沖に戻り、 火力支援と対空防御の任務を再開した。5月18日、セントルイスはレーテワンに移動して、整備の後、6月中旬に沖縄沖に戻って支援任務を続行した。7月25日、セントルイスは第95任務部隊、フランシスエスロー少将に加わり、7月28日からの東、シナ海での作戦で、 中国本土の日本軍施設に対する空母艦載機の攻撃を支援した。セントルイスは8月上旬に中条湾に帰島し、8月15日の終戦も同所で迎えた。戦争終結後も、セントルイスは2ヶ月半にわたって極東水域で行動した。8月下旬、フィリピンにおいて長考警備を担当する第73任務部隊が編成された際、 セントルイスは中条湾に停泊中だった。10月に入って上海に移動し、10月中旬に行われた国民革命軍の台湾進駐を支援した。その後、セントルイスは福音兵輸送のマジックカーペット作戦に参加し、11月9日にサンフランシスコに到着して最初の輸送を終えた。以後、1946年に1月中旬まで、 太平洋の中部及び南西部の島々から福音兵を輸送した。1946年2月上旬、セントルイスは東海岸に移動し、2月25日にフィラデルフィアに到着して、不活性化工事を受けた。6月20日に退役したセントルイスはに係留され、第16予備役艦部隊に編入された。1950年代に入ってセントルイスはブラジルへ、 譲渡されることとなり、1951年1月22日、限りで除籍された。1月29日、セントルイスは、ブラジル海軍で、タマンダーレ、タマンダーレ、c 1 2と解明されて、最終駅した。タマンダーレは1976年に除籍され、4年後の1980年に、売却されて、解体のため台湾に栄光される。 途中の8月24日の希望本沖で沈没した。セントルイスは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。